ショータイム。ニトリの友人屋です。T 隊長です。隊長でございます。はい、今日はですね、セルフヘルプ術、プリーズアンダースタンドミー、自分自身を理解しようというところですね。はい。はい。どこかこのプリーズっていう言葉が、なんかその、ぜひ理解してくださいって、いいことあるよって言ってるような気がしているけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうかと。で今日は、ENTJ。ENTJ っていうのは、外交、直感、思考、判断の人ですねと。で、挙げられているのは、生まれながらのリーダーとして挙げられていますと。外交能力に優れた指揮官。ENTJ 型のスタイルは一言で言うと司令官であると、人を引っ張っていきたいという使命感に燃え、幼い頃からグループのリーダーになりたがる性質を見せます、このタイプは総人口の 5% に見られ、ENTJ 型はどこにいても人を将来の目標に向けてきちんと統率したいという強い衝動に駆られますと。大きなお世話だと思う人もいるんでしょうねと思って。あ、この人たちが周りにいてるんですか。はい。いや、この人たちはもうそうしないといられないって。まあ、自分自身が勝ってる分にやってる分には、まあ、勝手にしてくださいですけど、あなたは将来この目標に向かってみたいなことをしたら、もう大きなお世話ですよね。って思う人もいるんでしょうが、この人は統率したい。っていう強い衝動に駆られる人ですと。なので、まあ、エニアグラムで言うと、自己主張タイプで、おそらく、例えばそのタイプ8。8、3ぐらい。的な、俺についてこい、私についてきなさい。っていう人たち。7ではなさそう。まあ、同じ自己主張でも。そうですね。で、経験重視。客観的で外向きの思考をするこのタイプ。なので、まあ、いい外交型で経験重視、外交的で外向きの思考をするこのタイプは、人を格付けしたり物事を要約したり証拠を提示するというような業務をそつなくこなします。職務や会社組織のために計画を立てるのが好きだという点は ESTJ、 外交感覚思考判断とよく似ているが、ENTJ、まあ、この人たちは規則や方法を重視するよりも最終目標のための戦略に興味があります。物事を分析したり維持管理するのに必要な内向きの思考が不足することもあるので、もし管理職になった場合などはこの種のフィードバックに優れた ENTP、 要は認知型の人たちや INTP、内向型で、認知の人の意見を取り入れるといいだろう、要は決めるのが得意な人たちに対してちょっとサポート役に、ちょっとこんな可能性、こんな可能性っていうのでバランスが取れるんじゃないかと。で、いや、今この人たちはトップにいるっていうことで話をしてるんですかね。多分そうじゃないですか。トップに行った時にはこうするといいですよっていう話、で ENTJ 型は INTJ、内向の人にもよく似ている部分があるが、 ENTJ 型は直感よりも経験的な思考を重んじる点で異なる、言い換えれば ENTJ 型の持つ直感力は経験的な思考を助けるために働くと書いてあります。組織力と作戦術。ENTJ 型はすでに確立された方向にも敬意を払うが、最終目標が同じなら、やり方はこだわらず作戦を変えることもある。効率が悪いのが嫌いで、同じ間違いが繰り返されると堪忍袋の緒が切れる。何かをするためには常に理由が必要だが、人の感情だけでは十分な理由とは見なさない。結構強めの感じですね。
で、組織を指揮する際はその組織の将来を見ようとしてそこで得たビジョンを他人に伝える能力がある、うん、この種のタイプは、組織を作り上げる転生の能力があり統率しないではいられない、うん、もう何よりも俺のこと聞けと、うん、で、なぜそんなことになったのかよくわからないのは指揮する立場に置かれることもある、うん、だからもう周りがもうお膳立て、うん、リーダーですよね、やってくださいよ、うん、で、管理者としては短期や長期の目標を見据えて計画が立てられるので、うん、自分の部署がスムーズに動くようなシステム改造も得意である、うん、人事の分野では人材の効率や影響力を見抜き適材適所の配置を行うことができる、判断の際も客観的な情報に基づきよく練られた計画に沿って行動する、自分の戦略がうまくいけば人がそれに従うことを望み自分の所属する組織の政策を支持し他人にも同じことを期待する、うん、言うこと聞けと、はい、俺のやる言った通りにやればいいんだみたいな、強いで、仕事に打ち込む責任者、大抵 ENTJ 型は責任ある VT に昇進して重役としての責務を喜んで果たす、悪ことなく仕事に打ち込み仕事のためならそれ以外のことは遮断できる、仕事における非能率さや無駄無目的なことを減らす能力に長け、このような振る舞いをする従業員は解雇する、このように管理能力に発達している ENTJ 型は軍隊でも会社でも教育機関でも政府でも組織内でトップクラスの責任者になることが多い、なんかこういうのを聞くとなんかないもの狙いなんですけどいいなって思っちゃうんですよね。この辺でも3はありそうじゃないですか、3の人、ああそうですね、うん、で、家庭でもボス、ENTJ 型は家庭でも主導権を握る、うん、ENTJ 型の前では誰がボスかすぐはっきりしてしまう、しかし仕事がとても重要なので特に男性の場合は家にはあまりいないことが多い、うん、っていう点で言うと僕は全く違いますね、やっぱり家大好き、あ、うん、男女問わず ENTJ 型はパートナーに要求することが多く、相手が強い個性、多彩な趣味、健全な自由心などを持ち合わせ自立していることを望む、しかしキャリアムーマンは ENTJ 型の妻には向かないかもしれない、まあ、なんとなく分かりますよね、ENTJ 型の男性にとっては家庭と家族は自分の仕事を支える背景の一部でエネルギーの供給源、出世の協力者と唱える傾向が強いからであると、俺の言うことを聞けと、家庭にいなさい、家族を守りなさい、守り、そうで俺を支えなさいっていうから、まあうん、その同じようなその、うん、自立しなさいっていう割には、うんうんうん、なんかんと思ったりすることもありますよね、うんうん、とで、秩序のある円満な家庭を望む、親として完璧に管理するタイプで子供の方でも、親に期待されることやそれに従わなくてはいけないことを知っている、子供でも、もう親には従わなきゃいけないっていうのが伝わっている、うん、とその人の子供、その人の子供で、もし子供が親に従わないとしても ENTJ 型の親は波風を立てることなく穏やかに、しかし断固とした口調で警告し、直ちに事前が改善されることを当然だと思う、俺の言うことを聞くことは当然だ、わかるよな。で、 ENTJ 型にとって配偶者あるいは親としての立場、親としての役割は大事であるが、強いキャリア思考、要は家庭じゃなくてキャリアの思考があるので、それらの役割、父親とか母親、まあ、その家庭を守るっていうのは後回しにされることが多い。で、ロマンティックな恋愛や理想的な相手を求めるっていうことにはあまり関心がない。キャリア、
キャリアの方がどうこいつらをここのキャリアを統率していくかっていうことに興味がある、うん、二の次ってことですよね。恋愛とか二の次、そう、家庭はきれいに片付いており時間通りに食事が整い、うん、計画通りに家のメンテナンスが行われることを期待する、うん、これもすべて子供が健康で創造的に育ち、夫婦円満な家庭を築くシステム作りという大きな目標の一部。この ENTJ 型の男性はパートナーが自分と同程度の学力と社会的教養を持ち、地域活動に熱心であることなどを期待する。一方、女性の場合は、自分の強い個性と意志に対してそれと釣り合う男性を見つけることは簡単ではないかもしれない、うん、と書いてあります。なんで男性は比較的なんかその、うん、あ俺についてこい、俺についてこい、お前は家を守れ、うんうん、みたいな形でシステムとして作り上げる、うんうん、その人の ENTJ 型の、うんうん、ただ女性 ENTJ の場合、うん、そのまあ、役割として男性がなんか家庭を守るべきみたいな空気があったりすると、うん、なんかその両友並び立たずじゃないですけども、うんうん、まあ、ぶつかるかもしれない、うん、これが相手が ENTJ じゃなかったとしても、うん、そこを認めてくれる男性が少ないかもしれない。そうですね、なかなかそこいいよって言ってくれる人を気に入らないかもしれないし、うん、いいよって言ってくれても、うん、それはある、はい、お互いにもっと強くあれって、うん、なんか役割としての男性をもっとそう強くあれって言いつつ、またそういうことは聞きなさい、そう、まあ、難しいですよねこの辺は、うん、絶妙なバランスですよ、はい、っていうのを、まあ、選択しましたよっていう話、選択で選択した結果、うん、ていうのは選択っていうのは、うん、この ENTJ 型っていうのは、このあなたがどんな行動してきたかの選択が ENTJ 型でしたって話じゃないですか。僕別にそこはそんなにエニアグラム変わらない気がしますね。ああ、なるほど、うん、なんで僕も、うん、要はっていうことは、あ、なるほど、あ、僕はなので、うん、選択しましたっていうのはエニアグラムの分析やつも選択すれば選択したタイプもあるじゃないですか、はいはい、で本質的なところであれば本質的なところでいくじゃないですか、はい、これも多分同じで、あ、選択しに行けば選択したところになるし、本質的なところであれば本質的なところ、あ、なんで僕の中でこの EN、うん、この、うん、この手のやつは、うん、行動は変えられるよと思ってるんですね、うん、エニアグラムと変わらない、あ、要は分かっていれば行動は変えられますよねっていう話だと思ってます。 あなたはこうだって言ってるつもりはないと思ってます。ただ本質はそういうことですね。本質的なところはそういうところがあるかもしれないから、それを認めると変えられる、それを強みとして生かせば、もうなんか努力しなくてもよく言う、そんなつもりはないのに素でスルスルスルって行きます、行きますよねっていう話でございます。はい、はい、いかがでしたでしょうか。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。